ウォーカーが抑えにくそうな選手。いやむしろね、あのスピードでぶちギロ強い整より、体きちんと入れてやってくる選手の方が大変なんじゃないかな。何だろうあ、だあらネイマールとかかな。プレイキャンセルできる選手の方が大変だと思いますね、ウォーカーだから三マとかはどうなんだろうな、みたいな。でも今僕がトマっていうふうに言ったら、なんか、謎にディスられそうでしょ。なわけないみたいな、こう、日本人コンプレックス勢に。でわざと言わなかったですけど、まあ、そういう時が来たらいいな、みたいな。 長とかには結構やるってああ、やっぱそうだね。ドリブルちゃんと生体入れられるぜ。ビニシウス,スは結構ね、半々なんですよね、その辺。ああ、アザールとかそうっすね、確かに。グリーシは生体お化けだけど、ドリブル中にスピードを落としすぎるとこありますね。細かいステップ踏みながら、あのー、スピード落としたくないけど、あそこまで落とすと相手が、あのー、足を揃えて対応できるようになっちゃうから、相手のつま先の向きをどっちか決めさせるぐらいのスピードは保ちたいっすね。 マネとか1対1のドリブルよりも逆サイドからクロスに対して剥がされますよね。さっきもちょっと裏ケア見せたりとかしたけど、毎回準備完璧みたいな選手じゃないから、ウォーカーにアスピリクエタの頭がついたら最高なんだけどね。いろいろみんなで、えー、追いながらいろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そしてサッカー戦術的なこととかいろいろね、深いところを知りたい人は、えー、コメント欄とか概要欄からレオザ学園入学して一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。